お願いします。ドラジオチェイスケンでございます。ファンクラブでチケット買ったけど石板全然良くなった時すごい萎えるよね。ユウスケンでございます。よろしくどうぞ。はい、ところでまあその名の通りでですね、最近ファンクラブチケット届いたんですけど全然石板が良くなかった、すごい悲しかったってところでですね、はい、まあ両版をね推薦されるわけじゃないですからね。はい、ってところでございまして、ユウスケンでございます。今月もちょっと、半ばにはなってしまうんですけども、ラルクに関するお知らせを皆さんと一緒にまとめて整理していけたらなと思います。でところで今月10月号なんですけども、あまりねラルクに関する情報があんまりなくて、もうわりかしソロのね情報が多かったりするかなっていう感じなんですけども、はい、確認していければなと思いますんで、ちょっと今回もですねソロの情報は抑えてラルクだけの情報にちょっと絞ってみたいと思いますんで、それではまとめてまいりましょい。はい、というところでですね、じゃあ早速いきたいと思います。まずは、未来とフォーエバーのダブル購入キャンペーンですね。シングル CD を版でちゃんとね、初回版には限られちゃいますけども、買った方を対象に応募できる、ノベルティのキャンペーンがありましてですね、枕とか、鍋とかかな、確か、が当たるキャンペーン。こちらがですね、いよいよもう締め切りが迫ってきておりまして、10月の27日まで、これ、決心有効となってますので、もう揃ってる方は、もう早めに忘れないようにね、出しましょう。といってもなんか、メンバーが絡んだ、ノベルティとかじゃないんでね、あれかもしれないですけど、せっかくなんでね、両方皆さん買ってると思いますんで、両方買った方はね、応募していただければと思います。で、ちょっと通常版がね、対象外なので、なんか、フォーエバーってその完全生産限定版しかないじゃないですか。追加で買うんだったらね。ルシエル版がもうソールドアウトしちゃってるから。なのでね、あんまり追いはないのかな。追い応募っていうのはないのかなって気はするんですけども。もし応募される方は27日までになってますのでね。今日とかマップするのも17日とかなんで、もうほんと結構期限迫ってきてますので、早めに出せる方は出しましょう。はい。続きましてですね。これは、ちょっと過去のね、お知らせになるんですけども、皆さん、ラクシーってご存知ですか？L アポストロフィー AXI と書いて、ラクシーっていう、フォーエバーの、リリース記念キャンペーンといって、東京都内の、タクシーですね、に、フォーエバーの回文だったりとか、メンバーの写真かなが、掲載されるといった、キャンペーンが走ってまして、それが10月の10日までとかだったんですけど、都内にいる方とか見つけられましたかね。僕は、都内行く機会がね、ちょっとなかったんで、探す機会もなかったんですけど、なんか見つけてる方は見つけてる、なんか、なんだ、SNS とか上がってましたけど、なんかそんなにね、多くなかった。しかも、土平日とかのね、平日の間とかだったんで、あんまりこう、発掘された方いなかったのかなといった、印象でした。なんか SNS 上げてなくても見た人もいるのかなっていう感じなんですけども。それで偶然乗れた人はね、ラッキーだよね。中はフォーエバーのね、ミュージックビデオが流れてたりしたみたいですね。はい、という感じになってましたので、ラクシーが10月の前半走ってましたよってところ。で、続きましてですね、ワウワウですね。ワウワウとラルクのコラボレーション。で、今月はついにラピパがオンエアされます。で、来たるね、来たるじゃない。その前の先日の10月13日とか10月10日に、ラルクの、ワウワウでオンエアした、未公開の映像とか含めた、ライブ映像が、ね、一気にこう公開、リピート放送されたりとかもね、しまして、さすがにまた来ると思うので、ワウワウにね、入って、録画もできますからね、だし、あとアプリのオンデマンドも見れるので、それでね、約月2500円かな、他のね、番組とかも見れるので、だいぶね、お得だと思いますので、本当にワウワウはおすすめできます。はい。で、そちらが、ラルクのリピート放送が散々やりまして、10月17日、ついにラッピーバースデーがワウワウでもオンエアされるっていう風になりました。で、配信で、オンエアされるのとは若干違うのかな？ワウワウエディションになってて、ドキュメンタリーが、ちょっと付属されてると。多分、開演前とかの様子を映すのかな？すごい短い、なんか2分とか5分ぐらいな気はするんですけどね。そんな長時間じゃないと思うんですけど。を、付け足して、で、ごめんなさい、ちょっと曲目僕見れてないんですけど、おそらくほぼほぼ全曲オンエアしてくれるのかなって気はするので、配信もね、アーカイブとかもありましたけど、あんまりやっぱり画質が、あったと思うんですけど、やっぱワウワウ様ですから、高画質で、しかも大画面見れますんでね、ぜひ楽しみに、
したいと思ってます。僕もちょっと録画しなきゃって感じでね。で、そちらが10月17日の夜8時からと、はい、なってます。そして、来月の、ワウワウのラルクのオンエアが決まりました。来月はなんと、アウェイクツアー2005前夜祭、今夜奇跡が起こる、アット、エビスリキッドルーム、こちらがオンエアされます。はい。うわ、なんかめちゃくちゃなんかマニアックな公演がオンエアされるなっていう。まあ、こちらのそのアウェイクツアーの前夜祭のやつは、ファイブライブアーカイブス2に収録されているライブ映像になっておりまして、まあ、ちょっとネタバレ防止なんであんま言わないんですけど、ちょうどね、この時、ケンちゃんが、確かリンクのミュージックビデオではね、なんか撮影中だかに骨折をしちゃってて、ずっとまあ車椅子でね、座りながらギター弾いてるんですよ、すごい珍しく。といった内容になってます。で、アウェイクツアーの、まあ、始まる、前日か、ツアーが始まる前日とかにリキッドルームって小さなライブハウスでやった公演がオンエアされるところでね、なかなかちょっとレアなとこ攻めましたね、ワウワウさんってところで、結構さ、リインカーネーションもそうだし、ツアー2000リアルもそうだし、ファイブライブアーカイブスのね、中からね、結構ね、厳選してくれてるんですよ。ってことはですよ。で、今回の、アウェイクツアーって、ファイブライブアーカイブス2の方なんですね。で、1の方から、ごめんなさい、1の方からツアー2000リアルがね、オンエアされてるんですよ。ってことはですよ。今、2でね、オンエアされてる。僕は、ワオさん、見たいのは、今度またハートに火をつけろの、野外の富士急ハイランドコニファーフォレスト公園。これ、ファイブライブアーカイブス2に入ってる。それが僕、見たいです。はい。いや、野外のラルク、すごいいいんすよ。しかも、マーヒの頃のさ、メンバー4人の、結構素に近い感じ。あんまりメイクとかもしないで、とか。感じがすごい好きなんです。マーヒは、最終日の沖縄公演が映像化されてる、まあ、映像化というか版で出てるんですけど、まあ、ファイブライブアーカイブスのね、その完全生産限定版の方で、富士急のその野外の方が特集されてて、いや、あれがね、なかなかいいんですよ。なんで僕は、富士急のマーヒが見たいです。ワウワさん、ぜひ、12月は、でもね、12月クリスマスとかだからの微妙だなって気がするんですよ。ぜひとも、マーヒの富士急、お願いいたします。はい、って感じでございますね。で、ちなみにそのアウェイクツアー2005の前夜祭のオンエアは、11月26日の夜8時からと、こちらもなっております。では、最後に、いよいよね、ラニバツアーも折り返しになってきておりまして、来週、まあ、前回のね、Lニュースでもお伝えした、幕張の実証実験を経てからも、そこから関東公演に戻ってくるって感じになってます。結構ね、いろいろ、なんか僕もツアーの、まあ、みんなの感想とかをね、SNS で見てるんですけど、結構なんか、メンバーが、大丈夫っていうのがあったりとか、なんか結構心配になる展開もあれば、まあ、それもなんかツアーゆえなのかなっていう気もしたりとかも。してですね、なかなか、いけないのがすごい、なんかもどかしいんですけどね。結局ね、幕張公演もね、仕事休みじゃなかったんですよ。もうチケット申し込めないわって感じで、まぁ、ちょっとね、悲しいんですけど、だから12月までね、僕お預けなんですよ、ラニバツアー。11月、ラジオクラニバツアーしないじゃないですか。なので、ちょっとそこが、寂しい限りなんですけども。はい。ってところでですね。で、まあ、さっきもありました、その幕張の実証実験がありまして、なので、もしかしたらね、まあ、今もそのトレードとかもやってたりもしますけど、直前受付とか、これ結構キャパ的増える可能性ありそうですよね。1時の最速選考とか、2時かなで終わっても、代々木のクリスマスとファイナルがもう受付締め切りになってたりとか、結構もう代々木はね、パンパンそうなんですけど、まあ、キャパは増える可能性あれば、みんなが行ける可能性も増えてくるんじゃないかなっていう希望がありますね。はい、ってところなので。まあ、ちょっとキャパが増えたら見えづれとかもなったりはしますけど、まあ、ちょっとね、そこは難しいところなんですけど、まあ、そこは今、収束に向かっていって、通常のライブに戻っていってるところに、まあ、プラスに考えられればと思います。って感じで、今回のちょっとね、内容情報薄めなんですけど、今月のラルクの情報は、以上になります。はい。なんだね、ラニバツアー関東公演行く方は、まあ、ぜひともね、本当に、まあ、対策を気をつけて、会場内のルールを守り、そしてマナーも守り、変にね、まあ、悪目立つする、まあ、行動はね、ちょっと、まあ、そういうのでね、メディアに捉えられてしまいますので、よく控えていただければと
みんなで協力して成功させましょうってところが、まあ、僕もちょっと帰り行く際はすごい気をつけていきたいなと思いますので、はい、ってところですね。今回のラルコのまとめ割りニュース以上になります。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではダスビッターニャ。